どうも皆さん、こんきき、今日もアニメレビューの時間だよ。さあ、ヨタ話タイムや。このヨタ話タイムの話って30秒くらい、本編に入る前のワンクッションとしてやってるんだけどさ。ま、本来はあってもなくてもええ話やな。本当は、略語で言えば、枕的にうまいこと、今日やるレビューの内容に合わせられたら一番いいんだけどね。なかなか難しいところやな。動画作るときにキーボードをパチパチさせながら、思いつきで考えとるだけやもんな。しかも、最近は、1話レビューで、ほぼ毎日動画作ってるから、ヨタ話ストックがなくなるんだよ。で、ヨタ話で、ヨタ話の説明しちゃってるわけですか。いきなり本題に入ってもいいかなとは思ってるんだけど、なければないで、なんか寂しいなって。なんだかんだで、ヨタ話はずっと続けてますからね。そんなわけで、今日のレビューはこちら、デジモンゴースト1話、口縫い男だよ。お、デジモン、デジモン、やあ。デジモンのテレビシリーズとしては、9作品目となる本作品。なんか久しぶりな感じやな。あれ、でも、なんか最近やってませんでしたっけ？うん。9月までは初代デジモンアドベンチャーをリメイクというかリブートしたっていう作品が放送されてた。ああ、なんか単純なリメイクやないんやな。デジモン以外の声優さんが変わってるし、単純なリメイクなら、ともかく、内容もいろいろ変わってるから、私は、なんか、見る気すら起きなかった。老害って言われるで。レビューはしてないからいいじゃないか。あくまで、心の中の意見。リュウさんの心の中の意見は、なんか怖そうやな。最近のデジモンシリーズ派デジモンアドベンチャー。いわゆる初代デジモンだよりだったんだよね。リブート作品もやったし、映画も何作もやった。ああ、なんかやったったな。映画までなら、ともかくリブートまでやり出した時は、いつまで初代デジモンを擦り続けるんだろうって思っちゃってたんだよね。ちょっと擦りすぎやもんな。デジモンシリーズの衰退、デジモンは終わったコンテンツになってしまうのかって、ちょっと悲しくなってたんだ。初代デジモンは、リュウさんはリアルタイム視聴キッズやから、思い出もあるんやな。日曜日の朝といえばデジモン、子供の頃にデジモンを見ていた人は多かったはずなんだ。どの作品かは、人によっては違うやろうけどな。うん、多くの人の心の中に、デジモンっていう作品は残ってるはずなんだ。デジモンアドベンチャー、デジモンテイマーズ、デジモンフロンティア、デジモンセイバーズ。どれもこれも懐かしい。今の10代から、30代が子供の時には、何らかのデジモンシリーズを見ていた人も多かったはずなんだ。だからこそ、最近の初代デジモンを擦り続けるのは、私は良くないと思ってた。せやな。今の子供たちにこうけたデジモン、それがこの作品、そんなデジモンが始まったんだよ。おお。しかもキャストが意味不明。意味不明。旧作では、新垣結衣さんが声優に起用されるっていう、ちょっと何考えてるのかわからないこともしでかしてたんだけどさ。ガッキー可愛いんやけどな。基本的に実力のあるキャストがデジモンでは起用されることが多い。特にパートナーデジモンはベテランばっかり。野沢雅子さんとかな。そんな過去作に負けてないキャストなんだよ。メインキャラの3人を演ずるのは、田村睦美、小林優、石田明。えい、石田明さん。びっくりだよね。田村睦美さんは、少年役を演ずることも多いし、小林優さんも、同じように少年役を演ずることは多いけど、今作ではヒロイン枠。ヒロイン枠なんか。そして石田明さん、近年では、鬼滅の刃で、さらに、人気に拍車がかかって、大人気声優さんだよ。せやな。そんな石田明さんが、メインキャラの一人を演じてる。しかも、4クール以上は、あるであろう子供向けアニメのメインキャラを演ずるっていう驚きだよね。ガッチガチにキャスト固めとる印象やな。さらにパートナーデジモンに、沢城みゆき、中井和也、島村優。沢城みゆきさん、あかんすごい豪華やん。ガンダムの新規シリーズかなって思うほど、ベテランかつ豪華声優陣が並んでる。くさ、確かにガンダムやりますっていう方が納得できるキャストやな。キャストの時点で、制作側の本気が伺えるんだ。これは、面白いデジモンが始まるに違いない。子供向けではあるけど、大人の方が期待しちゃうよね。このキャスト見たらなぁ。1話、この作品の舞台は、少しだけ未来の日本なんだ。ほ、ホログラムが、当たり前のように街中で使われてて、学校では、基本的に、タブレットで授業を受けてる。学校でタブレットって、最近はパソコン使ったりしとるみたいやけど、いまいち定着しとらん感じやな。クソスペックのパソコン売りつけるからだよ。くさ。そんな科学的技術が少しだけ進歩して定着した世界に流れる噂。噂？幽霊だよ。ある日、いきなりアラームが聞こえてきて、幽霊が現れて時間を奪い去っていく。奪い去られた人間は老化しちゃう。子は、口を縫う男。口縫い男の噂なんてのも流れてる。これデジモンですよね。アニメを置いて、ホラーアニメっていうのは意外と少ないんだ。アニメとホラーが、相性が、ちょっと悪いってのもあるんだけど、それでも、地獄先生ヌーベイだったり、学校の階段を子供の時に楽しんだ人もいるはずだよ。懐かしいな、ヌーベイは、結構怖い回もありましたよね。そんな、ホラーをデジモンっていうデジタルな世界観に落とし込んでるんだ。おう。描写も容赦がないんだ。この作品のターゲットは子供。そんな子供に向けた作品なのに、大人が見ると、この時間帯のアニメのホラー演出で、ここまでやるの？って思わず思っちゃうほど、
ストレートに恐怖を煽る演出をしてる。怖いん？子供向けっての子供騙しって意味じゃない。子供に見せる作品だからこそ弱い演出じゃない。きちんと大人でも少し怖いと感じるような演出で描かれてる。おお、なんかすごいな。あんまり小さすぎるお子様が見ると泣いちゃうかもしれないし、怖い夢も見ちゃうかもしれない。寝れなくなっちゃうやつや。ホラーテイストで幽霊とかが出てくるっていうのは事前に知ってたけど、思った以上にホラーの演出が過激だった。怖さというのは娯楽においては快感の一つでもある。そんな怖さという名の面白さを子供たちの心にあえて残そうとしているのがわかるんだ。子供の頃に見た怖いアニメとか怖い話って妙に記憶に残っとるもんな。そんな噂が流れる中で主人公の父親が失踪してしまうんだ。おう、いきなり姿を消した父。そこに残ったデジバイス。デジバイス、懐かしい響きや。主人公の前にゴーストが現れるんだ。唐突に鳴るアラームとともに囁くような声で姿なき誰子から問いかけられる。今何時？答えたらあかんやつ。主人公の前にもパートナーデジモンが現れるんだ。沢城みゆきさん演ずるデジモンは本当に可愛らしくて無邪気。そんなデジモンを失踪したはずの父はメッセージで主人公の弟だと言うんだ。どういうことやねん。パッパデジモンと浮気したんか。まあ比喩的な意味も込めてだよ。私の心はすでに無邪気さは失われてしまったんやな。1話の時点ではどうして父が失踪したのかは描かれていない。だけど街中で流れる幽霊の噂の正体はデジモンなんだ。ほう。デジモンたちはどうして実体を持たないゴーストという形でリアルワールドに介入しているのか。父はなぜ子供である主人公にデジバイスを託したのか。1話で描かれる謎が作品全体の謎にもなっとるんやな。気になるところや。うん、何もわからぬままゴーストと戦うことになった主人公。パートナーデジモンだけではかなわないんだ。主人公が戦う意志を示し兄として共に戦わないと勝てない。人間とデジモンの関係性の構築やな。デジモンとそのパートナー、兄と弟と言えるような二人が協力して敵を倒す。ベタだけど王道なデジモンの始まりに思わずワクワクしちゃうんだ。ああ、なんかええな。すごい久しぶりにデジモンって感じや。4クール以上を想定しているからこそのしっかりとした1話の描き方だよ。世界観を見せ、主人公を見せ、デジモンを見せ、謎を残す。どっちしりと構えた1話はホラーっていう異色さはあるけど、王道なデジモンのアニメの1話だったよ。今の子供たちにこそ見てほしい作品やな。うん、20年とか30年前の大人にこうけたデジモンアドベンチャーじゃない。今の子供たちにこうけたデジモンが始まったんだなって感じる1話だった。私たちも大人になってしまったんやな。石田明さん演ずるキャラクターも1話から出てるんだけどさ。お、なんか裏切りそうな感じやな。大人の汚れ切った目だとそう見えちゃうんだけど、1話の時点ではヘタレキャラな感じで裏切る石田明キャラパターンには見えなかった。なんやと。石田明さんといえば裏切ってなんぼやろ。それか思わせぶりなセリフで最終回だけに出てくるとか。今回はそのパターンじゃないね。裏切らなそうだよ。裏切らない指摘でもない石田明さん。あかん。私はいつから石田明さんといえば裏切りって思ってしまったんやろうか。主にアスランのせいだよ。アスランは映画でも裏切るんやろうか。私はそれが気になって気になって。ではまた次回。じゃん。